皆様、こんにちは。このチャンネルはカープレジェンドに焦点を当て掘り下げる内容になっています。70年以上の長い歴史を持つカープにはたくさんのレジェンドがいます。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手やエピソードに興味はありませんか？毎週発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回のレジェンドはカープ史上最速投手と言われ、入団2年目から3年連続20勝。ただ、7年目の1965年以降は、右肘を痛め、わずか4勝しかできず、阪急に移籍した大石清氏です。なお、現役引退後は、指導者としての素質が開花、現役生活が12年だったのに対し、指導者を5球団、24年間務めています。では、生い立ちから見ていきます。大石氏は1940年昭和15年4月3日静岡県清水市に生まれます。清水市は2003年静岡市と合併しており、現在は静岡市清水区の大半を占めている地域になります。漫画家さくらももこは清水市の出身で、漫画ちびまる子ちゃんの舞台としても有名なところですね。大石氏は地元清水商業高校に進学し、甲子園を目指します。ただ中部大会まで駒を進めることもありましたが、予選の壁は厚く、甲子園への出場は叶いませんでした。なお清水商業高校はサッカーの強豪校として知られ、全国高等学校サッカー選手権大会を3回制覇しており、サンフレッチェ広島に所属した風間八宏のほか、川口義勝、小野伸二など数多くのプロサッカー選手を輩出しています。話を戻します。大石氏は高校を卒業すると立教大学への進学が決まっていましたが、家庭の事情で進学を断念し、プロへ進むことになります。1959年ドラフト制はありませんでしたが、カープへ入団します。当時カープは備前、長谷川ら主力投手が故障がちになっていたこともあり、投手陣の補強が急務で、当初徳島商業の坂東英二氏の獲得を目指すも、中日へ入団したため大石投手らの獲得に動いたようです。この年同じ静岡県出身で、専修大学から興津達夫氏、後に阪急などで名将と言われる上田俊春氏、また日大一高から後に巨人キラーと呼ばれる大場進氏も入団しています。大石氏は内角を攻める回速球に、外角へ鋭く切れるスライダーが武器でした。その一方コントロールはいまいちで、フォアボールやデッドボールも多かったようですが、度胸は満点でした。大石氏は高卒ルーキーで臨んだオープン戦初登板でいきなり周囲を驚かせることになります。広島県府中市北川球場のこけら落としとして行われた南海ホークスとのオープン戦での出来事です。この試合、広瀬、木塚、穴吹、野村らレギュラークラスが勢ぞろいした南海打線を相手にストライクが入らず、フォアボールの連続、デッドボールも4つと荒れたピッチングとなりました。このため2度もデッドボールを受けた後に親分と呼ばれる大沢啓二や胸元近くへ剛速球を投げ込まれ、のけぞらされた杉山康平などは大石に向かってバットを投げつけたそうですが、大石はそれを拾うと平然と南海ベンチに逆に投げ返したそうです。これにはカープの白石監督のみならず、相手の南海鶴岡和人監督も大いに感心したそうです。普通高校から入りたての18歳であればまずは謝るのでしょうけど、世間知らずなのか今日心臓なのか、度胸がいいですよね。よく乱闘にならなかったと思います。白石監督はプロ向きと評価した大石氏を高卒1年目ながら1軍のマウンドに送ります。初登板は4月25日の中日戦。この試合は大量リードを許し、敗戦処理として終盤2イニングを投げています。その後数試合敗戦処理で投げた後、5月27日中日戦で初先発を果たしますが、打線の援護がなく負け投手になります。そして6月14日、地元広島での中日戦、大石はビハインドの場面4番手で登板しますが、味方が逆転し初勝利を挙げます。1年目は先発リリーフとこなしますが、中盤以降どんどん勝ち星を増やし、
この年39試合に登板、9勝をマークしています。2年目はスライダーを覚えると完全に先発ローテーションの一員となり、リーグ2位の26勝を挙げるなど、衰えの見えた長谷川亮平に代わり、エースと呼ばれるようになるのです。すると3年目は27勝、4年目は20勝と3年連続20勝をマークします。また3年連続で200奪三振を記録する一方、制球難は変わらずで、毎年100を超える四死球を与え、3年連続最多予四死球も記録しています。この頃先発完投はもちろん、3連投もこなすなど、3年連続して約60試合に登板、300イニング以上を投げています。今では考えられませんが、当時はエースと呼ばれる投手では普通だったのかもしれません。世間では長く低迷する弱小球団にあって、若い大石一人が宝石のごとく輝いており、その投げっぷりから森の石松と呼んでいました。なおこの間、1960年と1962年オールスターゲームに出場しています。ただ5年目の1963年は48試合に登板、218イニングと前年から100イニング以上落とし、勝利数も10にとどまるほか22敗を記録し、セリーグでは秋山昇以来となる連続リーグ最多敗戦投手になります。翌1964年は17勝、防御率 2.92 と復活し、3度目のオールスターに選ばれるなど、その後も V 字回復するかと思われていましたが、右肘を痛めて勝ち星を伸ばせません。1965年、1966年は2年連続して2勝ずつしか挙げることができませんでした。すると1966年オフ、太陽ホエールズから大石獲得の申し出があったため、カープは交換相手として強打者長田幸男を要求するものの決裂します。ただカープは大石の低迷により投手補強を課題と捉えており、阪急ブレーブスの大石弥太郎に目をつけます。こうして大石清と大石弥太郎という同姓同氏、いわゆる大石交換が成立するのです。大石清氏は足立光弘、米田哲也、梶本隆夫ら先発陣が揃っていた阪急ではリリーフに転向。これが功を奏します。移籍初年の1967年、42試合に救援登板し5勝、防御率 2.59 を記録、移籍1年目ながらチーム創設32年目での初優勝に貢献すると、翌1968年、1969年も40試合以上登板するなど、阪急リーグ3連覇の力になっています。また日本シリーズにおいてもそれぞれ3試合、4試合、3試合に登板しています。この間1968年には4年ぶりに10勝を挙げるなど、カープ晩年での不振が嘘のようにトレードで蘇っています。ちなみにカープに移籍してきた大石弥太郎も阪急時代1勝しか挙げていなかったにもかかわらず、移籍1年目に初の2桁となる10勝を挙げるほか、2度の開幕投手、4年連続2桁勝利、オールスターにも4度出場するなど大活躍でした。このいわゆる大石交換は双方にとっていいトレードだったのではないでしょうか。大石清氏は阪急3連覇の翌年の1970年、8試合の登板にとどまり、0勝に終わったことで引退を決意しています。結局、12年間の現役生活で516試合に登板、134勝126敗、防御率 3.00 という数字を残しています。カープでは球団関係者の話として球団史上最速の投手と呼ばれており、外小葉吉郎や津田常美と同等と言われています。ただ大石氏の野球人生はこんなものではありませんでした。ここから指導者としての素質が開花することになります。阪急では1年間のスカウトを経て3年、近鉄3年、カープ5年、日本ハム6年、阪神7年と5球団、計24年間コーチを務めるのです。カープのコーチ時代には、川口和久に対し、振りかぶった時に、打者からボールが見えないよう、
フォームを修正するように指導するほか、望月拓也には巨人のエース小林茂のフォームを参考にして、右足と左足が交差する瞬間に投球モーションを停止させる、いわゆる二段モーションで相手打者のタイミングを外す変則フォームを指示するなどして成果を上げています。また阪神では湯船敏郎、中込慎、猪俣隆、笠井実、中田浩二らを育て、球界屈指の投手王国を作り上げるほか、日本ハムでは岩本勉のイップスを克服させています。その一方、日本ハムでは武田和弘と対立して2軍へ追い払うと武田の昇格要請をことごとく拒否するほか、近鉄でも佐野茂樹と反りが合わなかったとか。また阪神時代には1993年前年までの1軍から2軍へと配置転換されており、首脳陣との確執も噂されています。このあたりは頑固者で、性格的にも一本気の男と言われており、自分の信念を曲げなかったことで圧力が生じたのかもしれません。なおコーチ業はずっと連続していたわけではなく、契約が途切れた1982年から1984年まで RCC 中国放送の解説者も務めています。以上が大石清氏の反省になります。高卒入団1年目、何個もデッドボールを与え、相手打者からバットを投げつけられても平然とそのバットを投げ返す強心臓。入団2年目から3年連続20勝を挙げ、長谷川に代わるエースに成長するも、3年連続300イニング以上を投げるなど酷使がたたり、晩年肩と肘を痛める原因になり引退。引退後は24年間にわたり5球団でコーチを務めるなど、指導者としての才能が開花した大石清氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。感想などいただけるとありがたいです。なお普段のカープの話題に関してはブログに書いていますので、よかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。